さあ4球後ですね、見ていきましょう。ジャンプ DC 中大当たってないのでポンはやめない、やんないと。あーでポテンシャですね、シャーガー中2勝。どうしてもヒューゴが受けの形になってしまうか。さあで、あー届いてる、まい、ブロリ返してムーン、これはいい選択肢。あーテッサこれちょっと余計だったか、怖かったでしょう。さあヒヤさんも攻めますね、バックジャンプダイバー、これはガードしている。あー壊しこぼく、これはいってえな。鉄山高い大パンテロドット、あー中足からノーキャンセッションですね、ブロのタイミングずらし。さあラウンド2、壊しパーム、鉄山は当たらない。さあ中足アスト、ディープは当たらない、しかしデポネシンで崩れていく。さっきの受けからでしょまで来撃、来撃ミート入らない、これは投げ、今投げまーいの外、それとも投げ無敵、どっち今投げる。マッチューパーゼッション、シャガチューからおっとっと、やり直し。さあヒューゴ側ほとんど何もさせてもらえない、これは厳しい徹底した立ち回り。まずはヒアシンスユント、さあ残りは剣エレナですね、ニッパチ剣と直剣エレナ。ディレイかけて現役人、あでもそんな感じにも見えてるね、なんかヒューゴの投げ前だったら届きそうだったから、そっちだった気がします。下段だったからちょっと分かんねえんだよな、そう壊しブロってのあの感じだったから。さあエレナということはこれは直系エレナですね。さあユンエレナです、お互い白見ていきましょう。ヒアシンス VS 直剣、大撃ブロってラウンドアーチですが、ここがあの鉄さんが当たる、絶賞入って前、大撃ブロって、あー今上に行ったけどちょっとタイミングずれたか、わし暴れてスクラッチが届かない、あこれはマジ、めっちゃ狙って打ってたんですけどね、今スクラッチ当たらんのかい今の。テッショ漏れて、これは確定反撃、壊しブレイブ一回ガードする、なるほど下がってけ、あー確定差し込む、差し返しみたいな形でテッショが飛んできましたね。高い、対空で裏手を狙ったんでしょうか。ワンブロ中盤スクラッチ、雷撃ブロめっちゃうまいな、かなり対応してますが、さあユンガーもケアして2の前ジャンプに切り替えたりしてます、ね、下段が通って大パンループ重く絶賞、金中継打開旋風になっちゃったけど、ダイヤ CC、 うわー中盤強い今、あーこれは厳しい、最後中足からつながってはなかったですがね、あの体力差の体力上下での原因はちょっと罪に近い。さあヒアシンスユン3打でリーチ、 2P 側大将にパチケン、さあ先方大将戦です、どうなるか、怖かったでしょうから。さあここもユンが攻め立てる、あーこれはうまい、緊張パン弱小に切り替えてましたね、そして中足波動確認狙い、うわーお見事、起き上がりは爆して中足波動でした。
ブロッテル前大パン、しのげるか。お、投げたのは剣川マジか。中大ハド陣内、さあ本命の選択肢がガリッと通って、勝利は、あー今のはねさあいい選択肢、前捨て投げ、ここで圧倒する。なるほど、あー繋がってたか。今補正切っていって、あこれ残んない、うわー足りちゃった。完璧な補正切りでしたね今。さあこれでピアチン強いリーチ、おおおブロッテかかったすごいね。大勝利陣内激しい。さあ剣川も必死ですが、床のゲージしのげるか。ラップコアコア絶勝、裏回りから前方、いやーしかし壊し小木、これは最後までしっかりという感じでしたね。勝ったのはキアシン。